スポー、はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。さあ、皆さん前回ですね、はい、磯山翔司さんのカレー7種類、ね、ちょっと試食してみたんですけども、うん、ちょっと茨城川のカレーさんだけちょっと残しました。カレーさん、カレーさん、まあ茨城川のカレーさんはすごい甘口だったじゃないですか。確かに、お子様、お子様向けだったじゃないですか。一番甘かったね、うん、なんですけども、ちょっとこちらにですね、一味加えるようなスパイスもちょっと今回購入してきたので、その磯山翔司さんコーナーで、まあそちらの方もね、ちょっと今回ご紹介していこうという、まあほのぼの企画になってます。いや、ほのぼのなんないんじゃない。いや大丈夫ですか。大丈夫ですよ。まあまず皆さん、ちょっとお腹いっぱいになったと思いますね。デザートも買ってきました。はい、こちらが茨城が重たいよデザートにしたら。お腹いっぱいやだ、食えないだろ。茨城が焼き芋。これ、なんで芋だよ。パック。両方芋じゃねえ。どっちも伊勢山翔司さん。そう、伊勢山翔司さんの、アイテムで、うん、で、多分パッケージが違うだけという。でも茨城が。エネルギーが全部重たい。本当だ、カロリー一緒だ。成分全く同じ。成分表全部一緒。そう、これ全く同じ。うわぁ。まあ、だからこれ、お腹いっぱいだし、2つあげることないと思うんで、1個こっちじゃあ飾っていこう。茨城が賞味期限とか大丈夫。まあ全然大丈夫だと思います。おお、すごいな、角張ってる。見て角張ってる。本当だ、サイコロみたいなの入ってた。サイコロガンダム入ってた。本当サイコロガンダム、サイコロガンダムだ。食べてみます。卵焼きじゃん、ね、いただきます。あ、皮もついてる箇所あるよ。あ、本当だ。うん、でもこういう系のさ、はい、レトルト的な感じにしては美味しい。なんかこれうまいじゃん。うん、ね、なんかこんぐらい甘みが抑えられてるっていうか、うん、本来の素材を生かしてる感じがあっていいね、うん、本当に焼き芋だね。そうだね、食べやすいね、これ。一口ちょっと甘くて剥いちゃいましたみたいな、うん、ああ、そう、うん、まあちょっと温めても冷やしてもって書いてあるね。これはいいですね、うん、はい、まあ、めっちゃいいじゃんこれ。いいね、お前栄養買ってきた。小腹減った時とかすごいいいじゃん、やっぱ伊勢山翔司最高。あ、ね、これをカレーに加えてってことか。あ、いいんじゃない。さつまいも、なんだ。皆さん見てください、こちら18金 iPhone ケース。なんか18歳未満の方は装着しないでください。書いてんの？ほんとだ。ほんとに書いてる。まあだって18禁だからね、やっぱ。文章の内容が完全にエロものなんだけど。しかもすごくない?iPhone6 専用。なんでやねん。そもそもグッズらへんのホームページも全く更新されてない。しゃあないですよ。使ってる人いるから。iPhone6 専用の今売られても。でも買っちゃいました、ちょうどですね、はい、こちらに来る最中ですね、はい、スタッフさんからね、iPhone7 だけども、うん、多分合うだろうってことで借りてきたんで、はい、到着しますか。来ました、18金 iPhone です。カメラの動きされてるから仕方ない。まあこういうものもありますよということで、まあなんか見た目はいいな、なんか俺結構好きよそれ。お、これは磯山翔司許せるわ。あ、本当に、うん、よかったよかった。けどもう5年前ぐらいのその態度だったんで、まあじゃあ、今回はこんな逆に許せる感じということで、まあ許せるね、うん、許した。待て待て、ドゥーン、磯山翔司最後の資格来ました。18金オリーブオイルでございます。うわオリーブオイルか。ワーニング、辛すぎますので18歳未満食べるの禁止、体には塗らないでください。誰が塗るんだよ。あれオリーブオイルってマッサージオイルとして使うことあるから。いやバカなやつか。なんかあれオイルマッサージとか行った時にこれを使わないでくださいって。そういうことだね。あ、ジョロギアを使ってるそうですね。ちょっと開けてみましょう。じゃあこれをちょっとだから、うん、茨城が彼にかけたらどう変化するの。茨城ががだ暗黒に闇に落ちてしまう。多分ね、18禁シリーズこれが最後だと思う。残ってるマジで最後の選手。うわ入りすぎや。超つけられてんじゃん。これはすごいな。普通半分ぐらいちゃうの。もうなみなみ入っとる ね。これ多分オリーブオイル自体はあんまないぞ。そうだね、うん、怖いね。怖いな。18禁シリーズってマジ漏れなくやべえからな。漏れなく抽選でやばい。今までだって手抜かれたこと一度もねえからな。ないね。
だって悪ふざけすればできるだけだからそれは手抜くも手抜くとかそういうレベルの話じゃないからよし、じゃあちょっと入れてみる、どんぐらい入れます？ちょとりあえずほんの一滴レベルは入れてみればいいんじゃない？ああそうだね、まずもう本当に本当に垂らす、じゃあ行きますよ、一滴垂らすぐらい、はい、きた、うわー一滴じゃない、いや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 、こんぐらいはさすがにないよそれ、いや言うても油だから、こんなの大丈夫、いただきます、うん、まあ大丈夫だけど、大丈夫、まだ大丈夫、まだ、うん、まだ大丈夫、全然大丈夫、あ全然大丈夫、あこれは全然大丈夫だったと思ったらあってきた、あ、ね、そんな遅れてくんの、いや全然大丈夫だけども、ああって感じね、これあって感じだね、あ、この時点でもうすでに先ほどの7種のカレーの中で一番辛くなった、もうすでに、そうだ、もうすでに辛くなったねすごい徐々にくるねこれね、これすごいね、じゃあ大さじ、はい、だって今もう残ってるもん、うわ喉めっちゃ痛い、うわそれまず油っぽいもうそれただもう油だもん、もうやだそれがやだもん、確かに言えてる、俺は今やりすぎだと思う、うわこれはギトギトや、うわそもう油、まあ、匂いもすげえオリーブオイルしてる匂いしてきたうわくせーもう油を飲むのが嫌だもんだってこれ辛いとかじゃないよもうやったらめっちゃテッカテカしてるテッカテカだね、テッカテカしたで方向性が変わっちゃったもん完全にいただきます、あ、辛い、お、どう油、ね、うん、油好きの AV からしたらあの今までの18禁シリーズとね、うん、ちょっとやり方が違う、やり方が違う、最初はね、そうだよ、最初はね、なんかね口の瞬間はそんなんでもないんだけど、うん、すげえじわじわくるこれ、あ、いやくっさこれ油くせえマジで、あ辛い、辛い、あとこれ気持ち悪くなる油味油とダブルコンボで、うわ口の中油まみ、辛い、辛いわ、さすがに辛いな、辛い、すごい最初油くるでしょ、うん、くる、辛いわ、辛さも山なりにくる、こう、うん、徐々に、そうやね、うわ痛い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 、あ辛い、じゃあ少し直接、もう油飲みたくない、うわ喉にくるこれ、結構だとどんぐらい、じゃあちょっと言います、おお直だとやっぱ来るね、あ、ちょっと汗が出て、汗が鼻からにてみて、来てる、鼻の下に来てますね、今ね、いつもの場所来てる、うん、まだ耳周りはあんま来てないね、こっ唾がめっちゃ出る唾出るね、おでこ染み出てきた、あ、来てる来てる、じわ、あ、じわじわと面白い、いいね、これいいね、これね、見てんの面白いね、いいね、これさすがに食べたかったあー、引かない、全然こいつデブだななんだ、どこの野郎あ、もうあ、ほら首の後ろ来てる、首の後ろ、汗が流れ落ちてきてた、すげー、来た来た来た、あ、直だとカレー、やっぱ全然違う、辛いだろうね、ほんの一滴だったんだけどね、もうちょっと行ってほしいないや、これはね、実際なんかこう速球が来ると思って構えてたらスローボールが来たみたいな、そう、スローボールが急にものすごいすごいうわーみたいになる、今まで全く新しい、スローボールしてすごい威力のある、威力のあるって感じ、新しい18禁、18禁カレーよりはマシ、いや全然マシ、はっきり言います、まあ、うん、18禁シリーズの中だったら一番入門者向け、マイルドな感じの、うん、言うても、ああ言うてもね、こんだけ汗かいてるけど、うん、他のやつよりはマシ、うん、これダークイバライガーになったね、なったね、間違いなく殺しにかかってくる、しかもギトギトだからダークイバライガーギトギトだ、ほんとなんか唾出すぎておかしなるわ口さあ、というわけで今回ですね、はい、とうとう来ました18禁シリーズ、
最後の資格、18金オリーブオイルご紹介しましたが、一番まだね、使い道があるというか、うんうん、激辛でオリーブオイル好きな人はこれが持ってても全く問題ないかな。まあそうだね。しかもなんかこれちょっとしたインテリアになる。確かにこれおしゃれだよな。ちょっとおしゃれじゃん。あ、多分これ使い終わってもオリーブオイル継ぎ出せば。そうだね。多分継ぎ出しでいけんじゃん。そう、むしろいい塩梅になるから。これいいかもしれないね。そうだね。なので、激辛でね、ちょっとオリーブオイル欲しいって方は、うん、これはね全然問題ないと思います、はい。はい。問題なくはないんですけども、挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、他のはちょっとやめとけってなりますけども。確かに。つまりこれは、イスラマ商事許す？マジそこまで言う。許す。そこまで言ったらマジで。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様 MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトは YouTube そして、ニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方でお願いします。登録ボタンですね、こっちとか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 ありまして、ですね、あとは URL の方はですね、下の、こちらの方に概要欄に載っていると思うので、ぜひご登録の方お願いいたします。